花粉の多い季節になりましたね。この時期は公園に行くとものすごく杉とかで俺は目が痒くなっちゃうんだけども、まあ、公園といえばあの傘を剣に見立てて変なことやってるあのシネマンガテレビっていうあのチャンネルがあるんだけど、今そ の看板作品の少年漫画なんでバサラ選挙ですね、第51話52話が気づいたら更新されていたので、これをね一夜明け配信したいなと思いまして話させていただきます。この放送はですね、2023年3月までの掲載話と最新情報をもとにですね収録させていただいております。こんにちは、諸方敏夫です。早速なんだけど、みんな見たかな、バサラ戦記51話から。この回ではついに長らく伏線の張られていた裏切り者の正体アシュラの過去に言及する回になってるんだよ。アシュラは無口で言葉足らずなのかななんて思ってたら、実はそうじゃなかったってことが明らかにされる非常に大切な回なんだな。アシュラの出生に関しては47話で軽く触れられているんだけど、竜の里と呼ばれる林道という土地の生まれで、林道の竜騎士というのが伝説として語られているんだな。ここではへえそういうものがあったのかぐらいの感じなんだけど、この51話では竜騎士たちの風土と悲劇が明かされることになるんだ。先の対戦、これは反乱軍とも呼べるバサラたち、バサラ軍がカムイとマリアを救うために起こした戦争の際に敗戦したものを契機として一族は終焉を迎えていったんだよな。バサラは革命に成功したんだけど、成功したということはその裏で敗北した国王軍の兵士たちは場所を失うわけだ。勝てば官軍という言葉があるけど、バサラたちが国の主導権を握ることでかつての国のために支えていた兵士たちは一気に国の敵になってしまうんだよね。いやもうここら辺がね、あの日本の歴史というところの幕末という展開なんだよね。まあ江戸幕府を倒すということで明治の新政府が誕生する流れと同じで、俺なんかが見ると笑っちゃうんだけど、まあ、世界の歴史を見てもですね、日本の歴史を見てもそうなんだけど、こういうふうに時代時代の狭間で生まれた歪みというか、その裏で費用なしに巻き込まれてしまう人たちも現れるわけだ。イヤオーなしに、イヤオーですね。イヤオーなしに、イヤオーですね。イヤオーなし、イヤオーで大丈夫だと思います。物柄さん、ちょっと感じ弱い。あ、ちょっと一回切りましょう。一回切って。いや、切らない。一回切って。これは行きましょう。これは行きましょう。林道人には、アシュバラ信仰と呼ばれる信仰心があって、それは誇りを選ぶことなんだよな。長らくこの国のために捧げていたその命を願える形でバサラ軍に尽くすなんてものを良しとせず、林道の民たちは信仰に従って自ら自害、誇り高き主を選ぶことになったんだ。新政府樹立の中でなおも対抗する勢力はかつての新選組とか会津藩の歴史を放送させて趣味全開だななんて思うんだけども、アシュラは自らの母親に殺されかける、さらにはその母親を目の前で亡くす、友達や同族の人たちの死をたくさん目の当たりにして恋を失っていく。バサラに救われてバサラ軍に育てられていくわけだけど、その中で正義とか何かを一人黙々と考えるアシュラ、成長するにつれて葉月に対する好意を芽生えてくるわけなんだけども、伝える術もなく途方に暮れ打ちひしがれていくんだな。ある日正義の暴走したミツハをついにこの手で殺めてしまい、おそらくその瞬間にアシュラの中で何かが吹き出たんだと思う。善悪の二元論では割り切れないこの世界を終止符を打つためにも自らがこの世界の平和をもたらす存在となる。そのための天秤となると宣言するんだな。愛と平和はありえないという言葉通り、アシュラは愛、つまりバサラ軍を断ち、葉月への思いを断ち、ただ平和の世を目指すためにバサラもカムイも利用しながら動いていくのだろう。果たしてこの後白猿との戦いはどうなるかといったところで終わってしまうというところなんだな。この割り切れない善悪の価値、完全超悪では表しきれない良さすよ。よく練り込まれた作品だと感心したんだけどな。この二元論はどんな映画漫画にも当てはまる一つのテーゼだから、この戦いを通してその答えがどうなっていくか、それがまあバサラ軍の最終中着地点なんだろうな俺は勝手に考えちゃうんだけど、あ、あ、
こんな時間か。じゃあこれだけ言います。アシュラはそれで結局愛を捨てたとしながらも葉月を救ってしまっているんだよ。まだ愛を捨てきれてない、非常になりきれてないという点においては、これが今後物語において愛と平和、善と悪がどう展開していくのかだけ楽しみにしていきたいなと思います。すいません、ちょっと大変なこと喋りきってしまいましたね。すみませんでした。では限定に移行しましょう。ではではよろしく。君の夢の